この気配は。いや、君は、君ガクさん、あれ、こんないかつい声の人、おめでとうございます。え、いや、そんないかつい声の人聞いたことない。あれ、こんな感じじゃなかったですかね。え、スティーブン・スピルバーグですか、あれ。あ、違いますね。あ、本当っすか。え、大塚明夫さん。え、あ、なるせ、なるです。あ、なるくんだ。なるせです。どんどん高くなるじゃん。なるくん、こんばんは。こんばんは。表だと多分ポテチコラボ以来か。いや、マジでそうですよ。いやなんか、うんうん、あの、もっと絡みがあるはずなのに、そうだね、なんやかんやそこでしか絡んでない気がする。そう、でも、うん、実はあの最近会ったんだよな。そうなんですよ、最近会いましたね。そうそう、めっちゃ楽しかった。お互いなんか収録するタイミングがあって、あの、そう、俺の次がなるくんだったんですよね。そうですね。で、俺もテンション上がっちゃってなるくん待ってて、そうで、終わった時になんかスタッフさんがせっかくだから2人でなんか撮りますかって言ってくれて、で、あの、真ん中にマイクがあって、あの、左ガク2人で囲んで、左なるせ、右伏見ガクっつって、めっちゃ楽しかった。突発的にやったんですけど、何やったか言っていいのかな。いや、マジであれ、いつか世に出ないかな。アドマが考えてるみたいっすよ。そう、いや、なんかめっちゃ面白かったから、ちょっとこれなんかの形で出したらいいっすねみたいなこと言ってたから、うんうん、ワンチャンありますよね。めちゃくちゃありそう。なかったら、そう、あの、最初はツイッターであげますかって言われてて、そうそうそう。そう、でもなんかめちゃくちゃ良かったみたいで、なんかスタジオも大爆笑してたし、そうそうそう、出たらめちゃくちゃ面白かったで、3人ぐらいのスタッフさんがみんな笑ってくれてて。いやー、あれは聞かせたいっすね、みんなに。あの、俺たち2人ともバタバタしてたもんな、あの、そう、やっていいのか分かんないけど、スタジオの中で。めっちゃ楽しいって、バタ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 って。そう、まあ、ずっと飛び跳ねてた、マイクの周りで。しかもみんな聞いてください、その後、ご飯行ったんすけど、はい、なんと、ガックンおごってくれたんすよ、ご飯。いや、マジでいい先輩。もうめっちゃいい先輩。え、出しますよって。いい。俺が先輩だからっつって、マジでかっけえ、この人絶対ついていくって思っちゃった。なるくん、俺そういうこと言われるのめちゃくちゃ嬉しいし、めちゃくちゃ好きになっちゃう。なるくん、ちょ、今度また飯行くべ。ちょっと、いや、行きましょう。というかマジで僕、ガックンがあの二次三次一番最初に絡んだ先輩で、なんならボーイズの時に初めて声かけてくれた先輩がガックンだったから。確かに確かに。もうマジでそうなんですよ。だからマジで尊敬しております。はい。ちょ、なるくんの好感度もマックスすよ。もうなるくんも、なるくん、いや、もうガック、あー、もう、こんなテンションで収録した場合があるね。そう、もうずっと、ね、いや、こちらこそっすよ。てか本当になんか、はい、なんかゲームやりましょう。エペックスとか。あ、もうやなるくんやってるんだっけか。あ、やってますよ。エペックスやりましょう。あの、ヒメプしますよ。ヒメプしますよ。俺めちゃくちゃエペックス自信なくてやってなかったんだけど、はい、もしヒメプしてくれるか。あ、もう僕も全然自信ないっすよ。でもガックンが後ろにいるなら、ちょっと頑張ろうかなって。ちょ、嬉しいことは、ね、めちゃくちゃ嬉しいこと言ってくれるじゃん。やばいよ、今胸押さえてるからな。あー、ちょっともうありがとう、本当に。いや、ありがとうございます。いや、ぜひやりましょう、近々。うんうん。てか、例のやつもね、出たらいいな。はい、やりましょう。あ、じゃあ最後に、そうですね。はい、じゃあ一つ、なんか、俺に聞きたいこと、もしくは言いたいこととかあるっすか？あ、なんか僕、最近、うん、あの、なんか僕ってその最初のなんかこう挨拶みたいのって実は決まってなくて。あ、そうなんだ。そうなんですよ。で、最近ちょっと思いついたのがあるんですけど。思いついた？あの、もしかしたらガックンに許可もらわないといけないかなって思って。あ、本当に？ちょっとよかったら考えたの聞いてもらっていいですか？めちゃくちゃ聞く聞く。いきますよ。はい。ピース！なるせなるせ！みんな大好きなんだぜ！っていうやつなんですけど、どうでしょう？ああ、はい、それ伏見岳って人が配信でやってなかった。ああ、かぶりっすかね、これ。かぶりっすね。ああ、じゃあちょっと厳しいかな。また別の考えないといけないっすかね、これは。別のが。そうっすね。ああ、なるほど。じゃあちょっと別の考えますね。そうね、別のでお願いします。あ、なんかありますか？なんか思いつきます？なんか思いつきます。めっちゃぶり。でも、いや、でもやっぱり、あ、ピースかな。ピースかな。よし、ピースで行くか。ももちゃんにピース2代目渡したんで、3代目のピースじゃあ、じゃあ、3代目いただきます。はい、やった。
ただ3代目もらった。そうですね、なるくんはちょっとあれですね、3代目なんでちょめちゃくちゃ厳しくしごくんで、はいはい、あすいません、ちょっと、はい、ピースちゃんと心からやれるまでちょっと100回ピース素振りやってもらいますね。わ、はい、かりました、精一杯頑張ります。じゃあ1回ピース言ってもらっていいですか。はい、うん、ピース免許開店早い、100回やってない甘やかしちゃうないやありがとうございます、本当ありがとうございます。嬉しいな。いやもうこちらこそ本当に、うん、ゾウのピース使ってってもらえたら幸いっす。いや使えます、ぜひぜひ。うんうんうん、いや本当に今日はお誕生日おめでとうございます。いやめちゃくちゃ嬉しい、ありがとう、お祝いしてくれて、ね、僕もなんか嬉しくなっちゃった。その言葉嬉しいからやめて、またまた胸抑えてんだよな、やめてくれ本当に。いや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 、それがガックンの人柄ですよ。ちょ、さっきのことやめて、ちょ、素敵だからちょ、しんとに、しんとに指埋まっちゃうから、あのキルアみたいになっちゃうから、ちょっとじゃあまたよろしくお願いします。ありがとう、なるくん、ありがとうございました。また遊ぼうな、遊びましょう。では、うんうん、失礼します。じゃあなー、バイバイ。